が、今日からやってきました。僕が演舞するのは、2019年度演舞01です。この演舞は伏見の酒造りをテーマにした自分なりの酒造りを提供します。そして今日僕たち酒の材料に何かいいものを見つけようかなと思い、わざわざ淡路島まで来て玉ねぎを見つけに来ました。皆さん玉ねぎパワーお願いします。精一杯演舞させていただきますので、皆さん熱いお手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは古きにわたる酒造り新たな決意、ゼロから1へ。